で、市川さん、今日はどんなチャート？はい、正確には今日はチャートじゃないんですけども、フランク・ザッパが、去年の12月4日に、癌で亡くなられまして、まあ、そうもあんまり盛り上がりもせず、一応なんか日本ではこう淡々と来てるんですが、この仕事やっててよく言われるのは、フランク・ザッパは、ね、大変素晴らしいのは分かるけれども、一体どれから聞いたらいいんですかという質問をですね、非常に受けるんですが、で、まあ、これ個人の、あれもあるんですけども、とりあえず今手に入る CD でおそらく60何枚あると思うんですが、その中で、50枚ベスト50というかですね、これをどんどん50位あたりが、なんですか、聴かなくてもいいアルバム、1位が一番聴いてほしいアルバムということで、それをこう50位から一気に遡っていくので、これからザッパを聴きたいと思われる方のためにですね、ザッパをこれから入門するあなたに、そうですね、順番を覚えてもらうということで、皆さんいいか、ビデオテープ入れてですね、エアチェックしていただいてですね、見ていただければ順番でね、はい、はいはい、では早速市川さんの選ぶザッパトップ50の50位から31位までです。なんじゃこりゃ。ルーラベイ、ルーラベイ、ザッパトップ50のね、はい、まずは31位だったわけなんですけど、とりあえずまあやっぱり初めて聞く人は、ザッパの場合現代音楽の方に行っちゃったりとか、それからジャズの方を分析したりとかってアルバムもあるんで、そういうアルバムもちょっと、まあ、最後の方で聞いた方がそういうのはいいと思うんで、まあ、このところはちょっとマニアックめなものが並びましたけれども、まあ、今のその20枚のうちもほとんどそのうち10何枚はライブ版になっててですね、この人も86、7年ぐらいから、この人は自分のやったライブのテープを全て自分家に取って置いてあるんですけども、その辺をこう全部編集し直して出すという作業をずっとやっててですね、もうまさに完璧主義というかですね、エドサリバンみたいな人ですね。確かに確かに、まあ、その分我々は大変嬉しいんですけども、でさて、今31枚なんですが、はい、辞典というのがありましてですね、辞典、ちょっと見えますけど、ディクショナリー、ここにね、あら、違う、サタンありますね、これビート・ザ・ブーツというシリーズで、はい、要は今映ってるジャケットが全部その一つのボックスに入ってるというやつ、はいはいはい、これが1でですね、これは2と、これは要は何かというと、例の海賊版撲滅運動というか、はいはいはい、海賊版出されてるんで、自分で
あの逆に海賊版を持ってきて、ね、でこれはもう俺のアルバムとかで勝手につけちゃって、海賊版を海賊版にして出すというですね、なるほど、起きて破りの逆海賊版攻撃と、それで Beat the Boots、 そうですね、あーそうか、海賊版をぶっ潰す、ぶっ潰すという、という絵がこちらの箱ですね、ワンとツーね、はい、うん、これはだから音質ははっきり言って良くないです、海賊版ですから、あ、まあただこういうあの抗議の仕方はやっぱりこういうなんか凝った洒落たことをやるということですね、この辺がまあ、ザッパさんっぽいかなという感じはあります。で、まあフランクザッパ好きな人というのは日本にも、まあ、ごく少数いるんですが、はい、大抵ライブハウスの親父とかですね、なんかもうほとんど狂った人が多くてですね、まあ、あの魅力っていうのは大変難しいんですけども、まあ、僕がやっぱり思ったのはその、なんていうんですかね、もう65年にデビューしながら65年の時点ですでにもうロックの解体作業に入ってたという、あの頃はまだカウンターカルチャーの、その原動力としてロックがあるわけですよ、やっとサージェントペパーズが出てきたりとかっていう、そういうこれからロックは行くぞっていう時にいきなりドア玉がロックはロックなんかつまんないよって言うんで、そのロックをボコボコにしたんですね、この人はね、その辺でもうなんかこの人は変だぞみたいなところで、好きになってきた部分っていうのはあるんですけども、はいはい、それでは行ってみますか、はい、次を、はい、はい、では続いて、はい、行きましょう、ザッパ、はい、トップ50、続いて30位から11位の発表です、どうぞ。